皆さんこんにちは、アッキーです。今回は、新たにとあるものを買ってみたのでそれを紹介したいと思います。はい、今前にあるのはいつも僕が使っているレゴの箱ケースなんですけど、ここから取ってこうやって作ったりしています。それなんですけど、なんかだんだん探したりするのがなんか大変で使いづらいと思ったので、今回はですね、とあるものを購入してみました。なのでそれを紹介したいと思います。それではそのとあるものまで3、2、1。はい、これです。ちょっと上にお菓子とか乗っちゃってるんですけど、はい、これは、レゴのケースですね。まだ2つしか買ってなくって、これはこうやって取って種類ごとに分けてやります。例えばこれなんかフィギュア、これがフィギュアの頭で、これがフィギュアの頭につける帽子的なものです。でこれがフィギュアの体の部分ですね。体の部分で、これがフィギュアの足の部分みたいに全部分かれている感じになってますね。これは穴の開いたパーツ、これはなんか特殊パーツというかそういうので、これはキラキラしたパーツで、これは、さっき撮ったこういうのとか、なんていうの、ドアパーツで、これは自然とかの木とかこういう動物とか生き物がついてるパーツの、これは人が持ったりできるものですね。これとかも、あとこういうのとかノコギリとかで、これは銃形ですね。こういう銃とかこういう銃とか、銃がいっぱい入ってます。こういうのとかサブマシンガンとかいろいろ入ってるところで、これはフィギュアに付属させる付属品みたいな感じですね。こういうのとか剣とかマント、旗、違う形のマントとか、なんかこういうコップとか弓矢とか、こういうのはなんかフィギュアに付属させる部品が入ってるので、そういう感じでいろいろパーツごとに分けていて、まだグレーと白しかまだ分けてないので、もっとこの中にあったように黒や黄色も、あと緑とか、まだ他にもパーツがあるんですけど、そういうのも後にこういうケースに入れていけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。どんどん増やして、どんどんレゴも作っていくので、ぜひ動画も出すので見てください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。